新宅です。ピースピース。今東京にいるんですけど、僕たちの仲良いヤッピーが、うん、社長でプロデュースしてるアイドルちゃんの衣装を今回スタイリングで担当してて、それのリハで、うん、今日仕事で東京来てるんだけど、まあちょっとフィッティングの出番待ちで楽しみです。結構いいスタイリングできたよね。そう、なんか今回はセブンミニットっていうグループやんだけど、うん、去年もキュービックっていうグループのコンサートの衣装を、それは制作で作って、まあ、こんな感じで写真あげるんですけど、まあ、こんな感じの作って、去年もまあその衣装のお仕事したんだけど、今回はいろんなブランドの服を買い漁って、そうそうそう、スタイリングを組んで、その衣装をアイドルちゃんたちが着るみたいな感じ。そう、6人分ね今回。そうです。でもちなみにさ、やっぱ踊るから、うん、まあ、今回は1曲目と2曲目でちょっと衣装チェンしたいっていうのも要望があって、うん、すぐに脱ぎやすい服、うん、で今回シャツとか使ってるから、まあ、シャツのボタンとかをリメイクして、まあ、マジックテープにリメイクしてあったりとか、まあ、そういうちょっとリメイクはしてるんだけど、まあ、基本スタイリング大体こんな感じの写真のスタイリングを今回やります。楽しみにしててね。じゃあまずこちらが、はい、はい、演出周りとか全てに関わる、あ、ちょっとチラ映りしたけど、いや、お願いします。今回ご指名いただいて、またやってほしいっていう風に、この前、キューティックさんにね、衣装作られてて、羽見せるの、あの時とかすごい素敵で、あ、よかったです。今回ね、どうしようかなった時に、なんか私一択だった。嬉しい。わあ、嬉しい。俺がさ、あんまファッションのさ、知識ないからさ、どうしようって悩んだ時に、はい、相談したら、いや、そうさんでいいじゃん。先生ご相談して、ね、受けてくださってありがとうございます。嬉しい。で、高尾、始めます。そうですね。パートナーです。パートナーです。本番に、また来てくれました。ありがとうございます。そう、一緒にね、やっていきます。お願いし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 ます。ちょっと今回あのスタイリング担当しました、新藤孝です。よろしくお願いします。お願いします。ルーミートです。よろしくします。お願いします。元気元気やな。イメージ。まあでも確かに着るなら優のこっちかも。さあ、そうだね。脱いでみて。大丈夫。こっち見て。せーの。いきます。これは多分誰から行きますか。今日やから。今日やから。もしかしたら。だからめっちゃカメラ追っちゃってる。恥ずいねんけど。頑張ってるね。白、はい、みんな白い。二人の働いてるとこは初めて見ますね。あんま見せへん、あんま見せへん、あ、見せへんもんな。ふざけてばっかやのに真剣モード。だから黒に関しては切っちゃってもいい、切っちゃってもいいし、インしてて、インしちゃっても別にその出てくる危険性はない。あー、なるほど。これでもつけれるところ変える。今準備が終わって、はい、終わりました、はい、ほんで今からリハーサル、あの衣装の動けるかどうか、うんうんうん、ゆうくんと京也くん、京也くんね、もう一回言うわ、ゆうくんと京也くんです。惜しい。お、じゃあかぶってないということで、僕と、はい、それか買います。5枚買ったら5枚、5回握手できる。あ、そうです。あ、じゃあ10枚買います。5回目5回目5回目何喋る？モニーされるんちゃう10回。確かに。あ、だそれでそれでずっと喋ってたん。そうですよ。すごいね。強そう。でも一番の推しでしょ？これが。うん、まあね。まあ、それトレカも魔女トレカ。握手できる。ハズレじゃないの、魔女トレカ。あと黒。黒ペンな。見えない。見えない。ペンが決して応援する。俺だからでもヒール履くから。あ、さらに。練習しなあかん、それも。はいはいはい。でもなんかさ、こんだけ隠してもさ、ちょっとおばさん感ない。うん、あるよ。なんかあるよな。おばば。
せーの、なんで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 パンパン AO ワンツーぐるぐる右何回かやればいけるまだあるで、まだえまだある次はい、ということで4月9日大阪でのライブに行ってきました。めちゃくちゃ可愛かったです。もう最高でした。もうほんまにありがとうございますって感じです。ちなみに推しの T シャツとかも着て参戦したんですけど、タカ君的にはどうでしたか？なんか久々にあの推し活したんですけど、なんかタカってこんなにオタクなんだなって思いました。これ焦るわ。ちょっと頑張ろう。もう一回お願いします。せーの、なんで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 どうですか？お願い。